はい、こんにちは。ちょっとね、パニック障害のね、発作がね、ちょっとまた出始めてね、ちょっとしんどいなっていう、まあそういう状態です。で、TikTok のライブを、今日何日 ?6 日今日月曜日でしょ。今日月曜日の1時とか1時半ぐらいから TikTok のライブを、しようと思ってます。YouTube のライブというよりも TikTok のライブだとね、歌をね歌ってもいいんですよ、 TikTok は。だから全くね TikTok のこと分かんないんですけど、ちょっとね近くのカラオケボックス行ってね、そこで歌いながらね、TikTok のライブをしようかなというふうに思ってます。YouTube もいいんですけど、YouTube はね、結構ね、著作権のね、規定が厳しいので、TikTok のライブだったら歌も全然 OK なので、まあ、お金にはなりませんけど、ちょっとね、TikTok でやってみようと思ってます。今からね20分ぐらいで着くかな。だから1時ぐらいからね、TikTok のライブをやろうと思ってます。ちょっとこの動画をアップするのがちょっと遅くなったらねちょっとやばいなと思いますけど、 TikTok ライブ1時、今日月曜日6日かな、6日の1時、ちょっと過ぎるかもしれないし、カラオケのね部屋が空いてなかったら無理ですけど、ちょっと行ってみます。ちょっと天気が悪いんでね、ちょっと最近ね朝と夜が寒くてちょっと風邪気味なのとね、気持ちがねちょっと塞ぎ気味なんですよ。でね、歌も好きなんだけど、こう歌うようなねなんか気持ちには正直なれないんだけど、やっぱりこのままね家でじっとしてたり寝込んだりするのもねあんまり体に良くないと思うんで、思い切ってちょっとね TikTok のライブやってみようかなというふうに思いました。TikTok もねもちろんアンチの人もいるんですけど、YouTube みたいにねネチ恋人たち、まあ、あれ誰だったっけな、誰だって忘れた、名前忘れたな、誰だったっけな、アンチの名前ど忘れしたアンチの名前、ダメだな、アンチの名前忘れるぐらいだから大したアンチじゃないな、あ、ダメだ、だから忘れた。まあね、 TikTok は僕のね TikTok はまあ YouTube のねリスナーさんとはもうほとんどの1割ぐらいしか被ってないんですよ。だから全く知らない人が来られるし、まあリスナーさん同士の関係っていうのはねまだ全然気づかれてないし、まあ適当にね時間潰しっていうか TikTok のライブも徐々に覚えていこうかなというふうに思ってます。まあ、別にね楽しみがあるわけじゃないし、まあ YouTube でできないことを TikTok でやる、で TikTok でやれないことを YouTube でやるみたいなね、まあそんな感じでいいのかななんていうことを正直思ってます。だから今日月曜日、今ちょっとね今何時、今12時35分ぐらい、だから今からアップしたら1時ぐらい間に合うかな。ちょっとね、ちょっと今からアップしよう、ちょっとね大丈夫かなと思うけどね。 TikTok 来れる人は来てください。はい。